はい、というわけでなんですが、続いてのゲームですね。グーフィーとマックス海賊島の大冒険かな。はい、こちらもですね、ついにですね、NES から SNES、スーファミですね、入ってまいりました。こちらもですね、解説の方は、いらっしゃいませんので、もしやったことあるよという方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。ちなみに今回はクープですね。JP2 ということなので、日本語版の2人プレイなのかな？ちなみに、じゃあちょっとご案内しておくんですが、この後ですね、この次の、神虎は、解説の方いらっしゃいまして、その以降、ジェームズ・ポンド2、マクドナルド、ドラッグ・オン・ドラグーン、アイモード版、ダーク・サシ、ホットライン・マイアミ、バットマン・アーカム・アサイラム、デウス・イ・エックスまでですね、この、タイトル、まるまる解説がいないので、もしね、解説できるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、解説の応募フォームの方まで、もしね、応募フォームわからなければ、解説したいんだけどということでチャットの方でいただければ、こちらでフォームですね、お渡ししますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。あるいは、ディスコードのね、ジャパニーズリストリームのサーバーの方でもお伝えいただいても大丈夫です。ダークサッシー誰もやらないんだったらやろうかな。ダークサッシー、そうですね、まあ、触ったことだけは一応あるっちゃあるんで、喋れなくはないんですけど。ただ、時間が朝5時なんだよな。いや、ちょっと、ちなみに、朝5時って言ったから違うわ。ちょっと今ね、スケジュールがですね、だいぶ押してるんですよ。だいたい1時間弱、まあ、50分ぐらい今、押しておりますので、今ね、スケジュール等を見てらっしゃる方は、まあ、50分プラスでね、見ていただければ、なんとなくいいんじゃないでしょうか。そう考えると、バットマンね、バットマンアーカムアサイラムなんかは7時ぐらいからスタートですので、アーカムアサイラムやったことあるよっていう人はね、7時から8時までの通勤タイムにでもぜひ見れるんじゃないでしょうか。ですね。なんでところでございますが、まあただちょっと途中でね、こう早く行ったりするんであれですけど、DOD アイオモード版なんかあるんですね、そういえばね。アイモード版か。普通の DOD はね、やったことありますけども、アイモード版ってどうやったんだろう。なんか、この前も某イベントでアーマードカーのアイモード版とか見ましたけど、3かな？アーマードカー3かなんかもなんか、アイモード版みたいなのあったりとかして。ま、でも、あの当時ってなんか思わぬゲームが携帯移植というか、なんですかね、アイモードのあたりでこうやったりすることがある、ありましたよね、なんかね。うん。なんかダンレボみたいなものとかね、まあ王道ですけど、なんかそれ以外にも、あ、こんなんあるんや、みたいなのがね、ありましたね。そう、解説が、そう、アサイラムにいないのは多分時間の問題じゃないかな。朝6時からなんでね。ね、ホットラインマイアミとかもね、結構プレイしたりとかっていう方もいらっしゃりそうな気はしますが、やっぱりちょっと朝、5時、6時とかの話なので、まあ土平日の5時、6時って結構ちょっとね、なかなかっていうのはありますよね。ちなみに僕が、まあ、この後ね、いろいろこうゲームあるんですけども、あ、これいないんだって思ったのが、2016版 Doom とか、Silent Hill 4とか、黄金の太陽とか、ゴーストワイヤーとか、あと、グラセフ5、あと、ブレスオブザワイルド、ヨーカレイリーとか、この辺今のところ、あと、ダックソもいないのか。いなかったりとか。あと、29日になりますが、バットマンのアーカムナイトの方ですね。こっちもいないのかな、今のところ。とかって感じ。あと、ゼルダのムジュラとか、もう、いないのかな？マリオでもないのか。なんか結構有名タイトルでも、あれ？こう、解説とかないんだな、みたいなのがたまにあったりするので。まあ、もしね、こう、走ったことがあるよとか。また走った言葉ではないけど、まあちょっとこのゲームマイナーだから、ちょっとこうストーリーとかね、システムの説明ぐらいは、まあできるかなみたいなものとかもしありましたら、
ぜひね、ご協力いただけますと嬉しいです。現在ね、ミリシラで頑張って喋ってるんですけど、ミリシラで喋るの結構限界が限界がね、あったりするんですよ。このあたりのこうレトロゲー周りとかってなんとなく喋れるんですけど、マジで有名タイトルミリシラで喋るときに間がマジで持たないので、どうかね、わかる人はね、助けていただける、助けてください。はい。お願いします。というわけで、グーフィーとマックス海賊島の大冒険ですね。海賊島じゃなかった。今回は、2P クープでよね、だよね。 Okay, so we're going to be playing Goof Troop. We played this game 10 years ago at the first ESA. ですね、お二人、プレイでやるみたいですね。We had never met each other. We, I think I'll go. なかなかね、土平日なのでね。いや、本当に何でしょうね。マリオとか、マリオとかソニックとか、なんかまあみんなわかるでしょみたいなゲームをミリシラで喋るのマジできついんですよ。ああ、ちょっとマリオでもこれやったことないんだよな、みたいなやつとか、本当に喋れなくなります。マジで。いらないこと、余計なことが言えなくなる。そうですね、リストリーム2とかでもそう、大魔界村とか、ドラキュラとか、月下とかいないんで、ぜひね、その辺、喋るから助けてくださいって感じですね。ラインの子結構、はい、グッドラックでーす。そうなんですよ。結構ね、みんなご存知みたいな感じで、なんか RTA 結構人気だよね、このゲームみたいなやつをミュージシャルで喋るのかなり厳しいので、助けてください。というわけで始まっていきました。今回は見下ろし方の、ちょっとまあパズルアクションみたいな感じですかね。Gets rid of enemies. この時期のカプコンってすごくこうね、ディズニーゲーとか作ってるんですね。That was actually not intended, but yeah. Because Max is faster, Goofy has to have something to make up for that, so Goofy is stronger. There are a lot of enemies that will turn up in later levels which go down in two hits from Max, but only one hits from Goofy. Yeah. And what you'll also see a lot is these puzzles here where.フレンドリーファイヤーもしっかりあるんです。この辺のゲーム、こういうなんか子供向けっぽいゲームにしてちょっと珍しいですね、そういうのって。まあでもこのタイプのキャラゲーってこうなんかどこかこうなんかのゲームで見たことあるなーっていうのをふと思い出すようなね、ゲームシステムとか結構多かったりしますが。この辺も2人プレイでパズル取っていきますね。Goofing around and doing something because I have to fill while Max is. Yeah, go wherever we have to go. So I'm. Goofy は便宜上フックショットと言っちゃいますけど、とエマックスが鍵を持っている状態。で、Goofyがマックスの方が足が速いのでさっさとこうね、ドアまで行っちゃって、Goofyが雑魚敵をちょっとこうあれではめて一度動きを止めたりとかしているような感じなんでしょうかね。これ花瓶をぶつけてぶっ飛ばし、まあ、なんか、ゲームとかでやたらこう、壺とか花瓶とかって投げられがちですけど、あれ、現実で食らったら、まあまあ、えぐいダメージを食らうので、まあ、ぶっ飛ぶのが妥当なんですよね、よく考えたら。ね、人間サイズの壺とか、直撃したら、まあ、脳挫傷で済めばいいですけどねっていう話になるんで。あっしょ、大丈夫、やめよう、やめよう。事故るから。やらないです。鍵を取りますね。なんか、魔王の鍵、魔王の鍵なんだ。ボス部屋の鍵、ま、日本語だね。ボス部屋の鍵的な、なんかすごいなんか、なんかね、あんな感じの鍵ですけど、ね、取りましたね。もし日本語が出なかった。ここ、なんだろう、雑魚敵全部倒すと開くパターンかなですね。あ、開けましたね。ああ、ここの鍵、やっぱボス部屋の鍵みたいな感じなのかな、やっぱりじゃあ。あ、ボスっていうか、モグラ叩きっていうか、すごい、なんかやってる方は楽しそうですよね。僕もちょっと右端以外で参加したいな、なんか楽しそうだな。へぇ、三上さんの名前が。もうなんか集落、村みたいなのありましたね。で、ここも、火の玉生えてきよる。あー、いいですね。もう二人プレイ特有のね、ポンポンポンとスムーズに進んでいく感じいいですね。
that has $10 and one from, excuse me if I mispronounce it, Jodo Sutari for $50. They both go towards the James Pond Incentive. ちなみにこのゲームですね、25分あります。このテンションで喋り続ける尺が重たいので、誰かね、このゲームをプレイしたことがある方がいらっしゃいましたら、ちょっと助けてくれると嬉しいんですけども、おっと、ここでグーフィーが、ちょっと惜しくも志半ばでというところでございますけども、はい。I can't respawn in the room in which I died.But Mac can just move to the next room and then I can. まあグーフィー、コンテしましたね。これコンティニュー制限とかあるのかな。なんでしょう、こんな時間なのでなかなかあれですけどね。まあ、おっとここで鍵持ちと、そっか、さっきのね都合で鍵持ちとフックショット持ちが、おっとグーフィーがぶっ飛ばされる。グーフィー君飛んだじゃなくて、ですかね、多分もしかしたらこうデスルール的な感じであそこでねやったのかもしれないですね。これでもが持ち替えてるあたりももしかしたらこう意外とで、ここでほらアイテムが2個あるんで、ここでいい感じにこうね持ち替えて元に戻るって感じなのかもしれませんね。あ、敵もブロック蹴っ飛ばしてくるんですね、怖いな。これをあえて利用して短縮していくという感じじゃないですかね。ちょっとグーフィーがすごく狙われている、怖いですね。そういえばグーフィー君いつも帽子どうしたの。ちょっと怖いですが抜けましたね。アポトーシスっぽくはあるもの、グーフィー君右行きましたね。なんだろう、鍵だけ開けといてこっちにって感じなのかな。でグーフィー君が出ますと、はい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 、爆弾を持ってぶつける。そう、シャベルはできましたね。シャベルは無視。で、ここは。あ、はいはい、シャベル、あそこだけ、あらかじめロープを引っ掛けて、アイテムをなくしておいて、ということか。はい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 、はい。なるほどな。で、スイッチを押してと。片方のキャラが。なんかそれもありそうですね。さっきね、あえてこう、フックショット。フット的なやつと鍵と両方をマックス君に持たせたかったとか、そういう話なのかもしれませんね。なるほどな。なるほどな。おっと。火炎放射できましたね。お、なんか、ネイティブな、なんだろう、こう、原住民的な方がどんどんこう、垂れ投げてくれる。お、倒した。助けてくれてる。マックスやられちゃいましたね。いやでもあのサイズの樽ってぶつけられたら結構危ないんじゃないかな。なんかね、こう壺とか樽とかって何かとこう投げられがちですけど、いろんなゲームで。まあ、脳挫傷で済めばいいですけどね。まあ、あのサイズだと当たりどころって脳挫傷、頸椎損傷等のリスクが伴われるので、ちょっとまあ、食らいたくはないよなっていう感じでございますけどもね。まあ、ぶっ飛んでるだから、まあ、ぶっ飛んでる分、衝撃吸収がいいのか、わかんないけど。他選手入場ですね。So it seems like Eric got your message. We got a $20 donation saying good luck. Hot Goofy 君飛んだ。なんだろう。なんか狙いが、あ、アポトーシス狙いっぽいなこれ。露骨に今残機減らしてましたね。がっつりと。でこのグーフィーがこのなんかこう両手上げてる状態ってなんだろう。これは。バグとかじゃない、仕様なのかな。あの状態の時に飛んでくるものに触れるとモテるっていう待機状態的なあれ。まあ、まあ、割れてますからね。そう、割れてる分大丈夫。そういう、まあそういうもんか。うん、そういうことだな、きっと。ここで、はい、アイテム2個持ってるマックス君が鍵使って特攻をかけていきますか。ちょっとこう怖いですね。大丈夫かな。お、うまい。So do we have time for some donations? Yeah, sure. なんかね、なんか無を取得とかのなんかこうモーションバグとかじゃなくて、たらたらシンプルにあれがこうなんかその落ちてくる飛んでくるアイテムを受け止めるっていうモーションっぽい感じがしますね。さあアポートボスしまくってますね。露骨に落ちまくるグフィ君。そしてここで
やはりグーフィーもこれで心なさし半ばでね、その、アイテムと受け渡ししそうな感じありますよね。お次神虎だからちょっとあえてね、そういうちょっと雰囲気似たゲームをっていうところありそうですよね。なんとなく。さあここでマックス君一旦落ちてワープ、鍵を取って上に向かうのかな、これは。落ちてグフィ君復活して入り口のところで移動短縮。うん、この辺までしっかり考えられてる、すごいですね。こういう2人プレイの RTA とかってすごいですよね。まあ、僕もなんだろう、 RTA は走ってますけど、やっぱ1人プレイなんで、2人プレイの RTA とか見ると、なんか、どこでこう練習してるんだろうみたいな感じとか、いろいろ気になるところも多いんですよね。すごいよなぁ。まあ、どっかで見たことあるというか、どっかで見たことある感じの、これ、カンテラでも欲しい感じですかね。いや、まさか、これカプコン製ですからね。これカプコン製なんで、はい。そんなまさかね。まあ、このお城のマップどっかで僕すげえ見たことあるけど、そうなんですよ。しかもこのゲーム、そう、スナビですからね。 PC のなんかあれでこうなんかあのパーセクとかなんかね、スチームのあれとか使ってなんか2人で練習してるのは、私もちなみに過去見た中で一番びっくりしたのは、一つのコントローラーを2人で持ってプレイするっていうのをソニックの 3D のゲームで、なんかソニックなきゃあれやってたんですよね。あ、何のイベントだっけな。あれすごくびっくりしましたね。あの二人はこう、なんだろう、こうまあパートナーだったりしたのかな、なんかご夫婦だったりパートナーだったりしたのかな、なんか。そういうのもあるのかってびっくりした記憶があります。ぴょんぴょん跳ねてるからちょっと当てづらい。顔が飛んできたのを投げて理解す。ありましたね、ワンマインドとも。ねえ、そうそう、ああいうのはこういうのもあるのかみたいな感じですけどもね。そう、グーフィー君ちょっと待ってねということで、だけどボス戦に関しては多分これはアポトーシスなんだろうか。For us, we're on a pretty good pace here, so that's pretty good. そう、すごいですよね、ああいうの。どこでやるんだろうか、どこで練習してんだろうかって、普通気になるレベルで、あれですけど。さあ、お見事。やっぱりこうタッグプレイでパパッと進んでいくのすごいですね。さあ、グーフィー君はタル待ち、タル取って、Okay, that was some great cooperation from both the enemies and me. 何をするでもなし。まあ、多分被弾回避かな。Who likes ice physics? カウンターがお見事。I'm the only one again. Oops. Thank you, damn you. ここもね、タルを、おっとトゲ。お、すごい今の。キャッチボール。キャッチボールすごいな。These green guys, there's a room coming up ahead where...There's four of them, and they are... グーフィーは人間の奥さんがいた過去がある。ああ、そうなんですね。すごいな。グーフィーにも。グーフィーで妙に奥さんっていう概念があるのすごいですね。光ってるボールじゃないわ。ボール？ボール？これはよくボールに見えるな。この光ってるブロックは何なんでしょうね。おお。Yeah. あ、爆発してる。あ、はい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 、はい。だんだんこう、なんか、よくあるこう警告色に変わっていくと爆発するパターンのやつか。緑から始まって、ね、だんだんこう、色がね、赤くなっていって、ドカンと。それはまた怖いですね。じゃあ、あれかな、爆発する前にギミックを解き切らないといけないっていう感じなのかな。なんでこんなとこに配置されちゃったんだろう的な感じですよね、これ。なんでそこ立ってたんですか？カービィとかにありがちな、なんでそこに立ってるんですかのパターンですね。
Wait, wait, wait! Oh! I forgot to talk. There we go. Oh. Lucky there? This is the room that kills the runs.海賊の一味っぽい感じですけどね、彼ら。海賊ってローサ降りんのかな？ね、あれなんかあのね、上司の指示とかだったらすごい嫌ですよね。お前っつって、お前ここに立ってグーフィーたち止めてこいみたいな。ローサが降りるんならみたいな。テアとローサが降りるんならみたいな。いや、それでも嫌だけどね。So obviously these two blocks killing the well.Completing the puzzle was that makes total sense to everybody. This room is also a pain in the neck in single player because you have to go back and forth to grab the barrels. But in two player mode, Max can grab the barrels for Goofy. It wouldn't make sense to have Max kill the enemies here because. 見事な受け渡し、はい、スムーズですね。Great time for messages. This boss is just. It's very long and it's very slow. And shoot ahead, whatever you have to say. あ、力がある。攻撃力の概念があるんですね。なんだろう、樽とか投げるときに攻撃力変わるのかな。Thank you very much. そして鍾乳石を持ってぶつける感じ。これなんか一瞬止まったけど無敵時間とかあんのかな。大丈夫なのかな。大丈夫そうかな。大丈夫かな。でもなんかこうないのかな。止めて、あえてグーフィーが落ちて位置をリセットした感じかな。でもなさそう、普通に落ちたんだもんこれ。Yeah, if one of us would die here, we would lose easily like a minute or two. Yeah, so the first four hits that they take, I think it is, there's only one of these worms coming out. And yeah, whoever's first to hit it will just hit it. But then after each worm has taken two hits, if I recall correctly, they'll both show up, which is that now? That is now.これでも結構敵早いから難しそうだな。スカルタイツが fall down, they disappear before the worms come, and yeah, if we don't have enough hits for them, then that'll just waste the cycle, and these cycles take long. Which is also why this boss takes so much longer in single player mode. ドガンといきましたね。こっからは同時に出てくるのかな、2体。なんか尻尾の方が飛んでいきましたね。なんだろう、どんどん短くなっていくのかな。どんどんこうなんか短くなっていって速くなっていく敵とかいますよね。ああ、そんなこともなかった。試算した。グーフィーはその後見事に落下。Which, oh yes, respawn. Which also includes, of course, the final boss of the game, which controls royally. Let's hope he doesn't do that. What are you doing? You should kill the enemy, not miss it. さあ、ステージが変わりまして。I needed hot anyway. Well, that's true.また例によって、今度は海賊船に直で入ってたのかな。海賊船にしてはちょっと、ずいぶんその穴が多いというか、そのボロいというか、ちょっと経年劣化してる感じが否めませんけどもね。なんだろう。やっぱりちょっと修繕の予算が降りないんですかね、海賊船って。なんだろう。なんかこうこの辺の穴とかこう修繕したいっつってこう稟議上げてもなかなかこう稟議の申請ん？申請じゃない稟議上げてもやっぱ予算降りないんですかねやっぱりね。幽霊船か。幽霊船にがっつり海賊がいるのもまた面白いですけどね。穴が開いてる地がずれるのは確かに。あーこれ難しそう。うわ勝てづらそうこれ。He's luring the enemies, but as you can see, the red one didn't get lured because he never gets lured. ちょっと偏差打ちをする感じですよね。俺樽がなくなっちゃったらもう一回入り直しかな。あーギリギリセーフ、よかった。さあ、終えて入りますと。This is a nice little puzzle where you kind of want to get all of them open all three gates, but it's not possible. 見てる画面が違った。ちょっとあの僕の多分あれが遅延したんですけど、すみません。This is also a very nice puzzle in two-player mode. At least if we don't mess up, then it looks kind of nice, I think.お見事。We messed that up so much in practice. でこう2人プレイならではのこのサクサク進んでいくパズルいいですね。
この麦わらのお人は何なんだろう。あ、そうですね、これ2人プレイやってます。今 2P クープですね。さあ、ここで露骨な身投げが発生しましたね。すごいもろで落ちてきましたけどね。さあ、ベルを取って鍵も持ちます。まあ、壁にかかってるライフルとか使えないんですかね。まあちょっとシャレにならないからダメか。あのファンタジーの世界で銃撃は終わってですからね。ベルを鳴らして、ベルを鳴らして誘導します。こっちだよっつって。The developers probably intended for you to grab one of these hookshots here, which is yeah what we're trying to do. かわいいですね。But for that you have to go forward, backtrack to get the key and then go forward again, which of course is. てかこの人ここにどれぐらいの期間いたんでしょうね。人？あの人。もしかしてあそこにずっといたのかな。お前ここにいろっつって。へえ、おかしらっつって。ね、それでちゃんとね、その分ね、残業代と手当が、まあ、降りるんならね、いいですけどね。あ、財宝部屋みたいなところですね。財宝には面目くれず、パズルを解いていきます。さあ、ボスがゲット。うわすごいやりづらそう、これ。どんどんこう、変わっ、なんでしょう。パネルが変わっていく、移動床。マックスがあえて落ちたの、落ちちゃったのか、落ちたのか。さあ、進んでいく。おーっと、穴が変わっていく。怖いですね。おーっと、ここで、フレンドリーファイヤー。マックスが何をしたというのか。まあ、グーフィーにも何か思うところがあったのかもしれませんね。まあ、その辺の微妙な人間関係は、まあ、きっと2人のみぞ知るんでしょうけども。さあ、ここで、グーフィー君が弾を受けながら進んでいきますね。操舵室に入ってまいりました。おー、綺麗、同時。美しいですね。そして、大砲の弾を受け止めてぶつけますね。これ導火線ついてるけど爆発しないのかな、別に。ちょっとボス戦かしら。ボス戦ですね。おっと。ピートかな、これ。これピート船長ですか、もしかして。あ、いや、見てるだけか。あ、はい、ありがとうございます。さあ、ボスを倒して、ステージクリア取れたらタイマーストップ。はい。ボス戦ももう少しですね。そうですね、なんかちょっとシルエット的にもピードかなって印象を持ったんですけど、でも違いそうかな。単純になんか普通にあれな感じですよね。ていうかこれ、自分でね、自分の船の壁は派手に破壊しちゃったけど大丈夫ですかね。こういうのって始末書案件な気がするけどな。なんか見た目ピートじゃなさそうですよね、なんかね。ね、あの壁どうするんだろう。あれ始末書ものでは大丈夫なのかな。まあでもまあ、まあでもある意味では裁量自分にあるもんな。そっか、そういう意味では別にまあうるせえっつって直せばいいのか。まだ直しとけっつって。I mean, in general, it's nice. さあ、雑魚敵召喚ですね。雑魚敵を召喚しつつ銃を撃って、でこの竜巻モーションで結構ね、結構ねとか爆弾を撒いてっていうのを繰り返してる感じですかね。で雑魚敵が振り切れなくなってきたら、おっと、ここでタイマーストップですね。お、喜んでいる。なんだろう、もしかして記録の更新とかあったのかな。We did it! We beat our 10-year-old PB? Well, it's not our PB, but... IG です。We did good. It's the time we have recorded from 10 years ago, so it's basically our stream PB, so... Whatever. Thank you so much! P だと PJ どこだろう。 It's been a pleasure. Yep. Play Goof Trip, it's a great game. P と PJ を探している。やっぱじゃあこの人はそうじゃない、本人じゃない、本人では P じゃないんだね。Indeed. グッドゲーム22分43。誰かここに助けて。Thank you so much. Enjoy that one as well. Oh yeah. Thank you.
ジゴロやっぱやるね、ジゴロから、PB って言ってましたよね。あーすごいですね、本番 PB ってすごいな。うわ危なっというわけで、はい、終わりました。おーすごい、更新おめでとうございます。はい、というわけでですね、はい、ここまでですねが、よいしょ、グーフィーとマックス海賊島の大冒険でした。はい、というわけでですね、次のゲームの準備をしてまいりますが、ここで司会進行交代となります。ここまでのお相手は私キセヤキでございました。どうもお付き合いいただきありがとうございました。でですね、ちなみになんですが、この後ですね、ちょっとあのツイッチの配信時間が今24時間を超えましたので、一度配信を切ってまた付け直すという作業が発生しますので、一度配信が止まります。ですが、そのままね、待っていただければ数分ですぐに配信戻りますので、そのままお待ちいただければと思います。チャンネルはそのまま。もしね、あれ戻んないよっていうことであれば、ぜひね、その際は、ページの更新とかしてもらえるといいんじゃないかなと思います。というわけで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。では、少々お待ちください。失礼いたします。